お願いします。恥ずかしい。ここからですね。今日からです。まあね、前回の動画で見てもらったら分かるんですけど、まあ、S 君がね、最後の方に、まあ、ちょっとみそぎとして、はい、顔のどっか一部分を出していこうみたいな、まあ、罰ゲームじゃないですけど、まあ、やっていこうみたいな感じになって、こういう形になりました。ニュー S 君です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと照れとんねん、ほんとに。そうやね。こんな目出すことないからさ。お前、めったにっていうか、今までなかったよな。これだけでもけど、前と雰囲気違うから。全然違うよ。自分で鏡でこう見たとき、これ誰やろ。え、でもほんまにさ、このマスクってすごいことで原型なくなったもん。はい、ほんまに。しかも顔でかいじゃん。じゃあこの人さ、顔がちっちゃいもんで、普通のあの大人の成人用のサイズやったら、こう、顎がこれぐらい余ってんねん。そうそう、そんだけ余ってんねん。なあ、俺が描いたら多分出るんちゃう。なあ、ヒゲが、ヒゲがな。あの、ニューエスくんですね。これからは動画これで出てるのに見んなや。そうよね、目の動きわかんないな、これから。面白いな。ちゃんとこれで表情伝わるからな。なんか調子狂うわ。はい、ということで、まあ、S君も新しい格好になりました。はい、で、まあ、マーシーにもね、和解しましたと。そうなんですよ。もう、まあ、楽しくみんなで仲良くやってるんで。何やかんや、時間も経ってるしな。動画上では結構トントン拍子で、あの、ことが進んでるみたいな感じになってるんですけど、まあ、結構時間はね、間空いてるということで。そうやな。うん。だって前回、まあ、動画上では前回の俺んち来てくれた時、うん、あそこまでの、あの、時間もめっちゃ空いたから。あれだって、水路、水路入る前。あ、そう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 。俺も PM も伸び散らかしとったし、そうそう、で、そっから2週間ぐらいかな、空いたよな。1ヶ月で行くか行かんかぐらい空いて、やっと今日、今までのその S 君の詐欺から始まり、今日が、はい、最終章みたいな感じで、まあ、今回やってるんですけど、はい、まあ、前回私が1個前の動画で最後の方に話してたアパレル、はい、今回はね、その話をまあ密にしていけたらなって思ってるんですけど、まあ、個人的な話になるんですけど、ずっと YouTube を始める時の前からずっとアパレルで働いてて、いつか自分のアパレルブランドを持ちたいっていうのが夢で YouTube を始めましたと。今回ね、あの、まあ、マーシーが揉めたっていうのもあり、 S 君がね、下げられたっていうのもあり、このタイミングでね、私がね、ブランドを立ち上げることになりました。はい、本当にありがとうございます。ピンチはチャンスということでね。いや、いいこと言うやん、マーシー。給料払わせてください。もうお金がないんですよ。本当にギリギリやもん、もうほんまに発注したんのも。あ、そうやな、そう、ほんまにギリギリで、こんな数で展開せえへんっていうぐらい、もう最初はなんでお涙ちょうだいじゃないけど、ほんまに逆に好評やったら増販してっていうのはできるし、今まで本当にやったことがないから、どれだけ売れるとか、どれだけあの反応もらえるかっていうのを全くゼロの状態でやっていくんで、分かりきってることは少ないんですけど、まあ、とりあえず私の夢が叶ったっていうのはもう本当にありがとうございます、うん、おめでとう、このね、はい、本当に嬉しい。で、そのブランド名はね、今回決めたんですけど、はい、リズっていう名前でね、はい、かわいい、呼びやすい、実はこれ、これなんです、服が。そうです、今日3人が着てる服がね、はい、実はこれ、リズのお洋服でございます。できちゃいましたね。そう、めっちゃ嬉しいよ、マジで。めっちゃいいよな、ハマっちゃった。ほんまに、結構こだわってて、今流行りのね、ビッグシルエットっていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱりそのなんていうの、いろんな人に着てもらいたいっていうのもあって、普通サイズ展開にしてるんですけど、 M と L でね。まあ、ほんまにマーシーこそさ、体大きいやんか、そうそうそう、体大きいけど全然着れるっていう、まあ、いろんな人に本当に手に取ってもらって、うん、っていうのと、まあ、生地ですね、あと、まあ、結構触り心地が、なあ、気持ちいい、感じてる？感じてる、サラサラ感じて、もう当たっちゃってるよ。ここ見て、袖のところ、これ、俺好きやね。これめっちゃこだわりです、この刺繍な、もう、ね、サイズも、その形もずっと試行錯誤。そうなんです。まあ、これはな、リズって言うんですけど、うちらのね、ブランドの名前をここにやらせていただきましたと、はい、めちゃめちゃ可愛い、このサイズも何センチっていうのをこだわって、ミリでな、なあ、ミリ単位で、ここのね、ロゴもね、普通のプリントじゃないんですよ、うん、結構割とあのプリントものって洗濯したらパキパキになっちゃうみたいな、うん、けどこの T シャツはそのパキパキになる問題じゃなくて、あのインクジェットって言って、もうここにインクがついてるんで、アレルとかそんなんじゃない、そう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 、そう貼ってあるっていうよりかは書いてあるに近いみたいな、はいはい、ここもね、結構こだわりのポイントであって、うん、これね、実は3回ぐらい洗濯してるんですよ、もう、うん、何回か着てて全然なんかヨレヨレ感もないし、ないない、もうほんまにもう生地は柔らかいし、おい、もうだってプライベートでずっと着てるもん、これしか逆に着てない、そう、ほんまに、僕も昨日着ました。あ、そうなん。めっちゃ可愛いね、普通に。ほんまに今回はね、白一色にしたんですけど、うん、やっぱりまあこれから夏っていうのもあるし、うんうん、で、白 T 似合わん人ってあんまおらんねん。そうやな、だから最初は白 T にしたい
っていうのは、まあ、すごい最初の気持ちであって、うんうん、とりあえずいろんな人にこのブランドを知ってほしいっていうのが、うんうん、まあ、いっちゃん最初の気持ちであるから、まあ、とりあえずもうみんな気を逆にしてるわけやんか、うんうん、俺まあプライベートでも街中とかで、まあ、友達とかと会ったりとかして、うんうん、これ俺で作ってみたいな言うやんか、うん、だいたい聞かれるのこれなんて書いてるの。ああそう、これはリズのね、あのブランドの由来っていうのはまあまあおいおいまた喋っていけたらいいと思うんですけど、まあこれは軽く言いますね。これね、ジェイン・バビエって呼ぶんですけど、フランス語で自分の人生を愛せって言うんですよね。そう、私なんでこの言葉選んだかっていうと、私結構ね、あの人生で落ち込んでる時とかって結構あったりとかしてた時があって、その時になんか自分のことをちょっと嫌いになりかけたと、もう自分に自信がなくなったみたいな時にたまたまこの言葉に出会って、あ、自分は自分でいいやなみたいなっていうのはすごいこの言葉が好きで選ばせていただきました。まあ、いい言葉やね。そうなんですよ、俺の今の状況と一緒やん。自分のこと嫌いになりそう、嫌いになりそうやもうけど、一応ちゃんとだって僕も迷惑かけてますから、それに言うとそうね、大迷惑ないよね。だからここでこうね、またさらにこれを見てちょっともうちょっと反省して元気出してバイト行ったろかな、愛していこうぜみたいな。まあ、ただの英語じゃないっていうのが、そうやな、あんまりさ英語とかやったら、まあ自分の人生愛せやったらさ、うん、My life is I love みたいなやったりするやん。分からんで、ね、分からんで、ね、そういうのはさ、けど分かるやん、それってなんて書いてるか、あで意味が分かるやんか、うんうん、これフランス語って分かる人あんまり正直おらんの、うんうん、確かにがポイントやね。しかもこの E とアップで見てほしい、合わさってるからな。そう、ここがさ斜めになってるから、ここも斜めで合わせて、うん、ただのロゴじゃないっていう、うまいことデザインされてる。そうなんや。これもマーシーの知り合いを伝って緊急でやるってなって、まあけど僕らも1年前ぐらいからアパレルのことはやろうやろうと思いながら、うん、でまあ坂の僕が一番落ちてる時のタイミングでやるっていういや上げていこうみたいな感じ、ね、これは仕掛け人よそうけど別にまあこのタイミングがね結果的に良くなるもので頑張れるようにね、もういっぱい売れていっぱい作りたいよね、まあ、ほんまにこれからの私の人生の動向がすごい最近ワクワクしてます。いずれまあ T シャツとかさ、うん、パーカーとかズボンとか、そんなの街で見たらめっちゃ嬉しい。嬉しい、ワクワクするな、ね、僕みたいになってもうずりワクワクするぞいやでも本当にね、まあ後々ね、まあ、まあ T シャツから始まりパーカー出したりだったりとか考えていってるんでね、はい、まあとりあえず皆さん一番最初初手として、はい、まあこの T シャツをね皆さんに着ていただけたらなって思ってます。はい、はい、まあね、もう本当にいろいろあって、マーシーにもいっぱい迷惑かけて、はい、S 君もね人生のどん底味わって、はい、まあ私は夢を叶えれたっていうのはちょっと私めっちゃウィンなんですけど、はい、まあね今回はこういう事件があって本当にマーシーにはちょっと申し訳ない、はい、申し訳ないしたんですけど、申し訳ない、まあこれからね起死回生というか、まあこれからも本当に今はすごい仲良しでやってるんで、まあこれからもね3人力合わせてね、まあいろいろな YouTube ももちろんアパレルももちろんいろんなね活動を頑張っていきたいと思ってますんで、皆さんぜひぜひリズとレイチャマチャンネルをよろしくお願いします。お願いします。購入方法は概要欄にね、うん、URL 載せておくんで、そこからねあのリンク飛べるようにしてあるんでね、ぜひぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、以上レイチャマでした。ありがとうございました。